関係国との協議に入る、まあ、それを、まあ、お話をさせていただいて、えー、そして、えー、省庁の横断的な体制を構築するということで、まああのー、こちら側の説明をさせていただいて、えー、そして、えー、一層の説明とか情報提供に取り組むために、まあ、必要なあの情報を提供するように、まあ あの依頼をさせていいいたただわけでございますでこれに対して、えー、カトラ代表法からは、省庁横断型の体制を構築されたものは、えー、良いアプローチであると、情報提供についてさらに何ができるかを帰国後、お検討したい、まあ、その旨をまあ述べた。 いうふうなことを、えー、大口、えー、政務官から聞いておるわけでございまして、あの、先ほど来、あの、加納大臣も答弁いたしておるように、まあ、この TPP については、あの、十一分野、まあ、多岐にわたっておるわけでありまして、あの、非常に関係国といろいろこう情報をですね、それぞれの国がそれぞれのいろんな、あの、問題を抱えているわけでありまして、それぞれの国から、 さまざまな情報を的確につかんで,です、ね、それを我が国の国益に合うように判断をする、これが私どもの生命責,責任であるというふうに思っております山田敏夫君。あのー、品目のです、ね、話出なかったんですか、例えば牛肉であるとか自動車であるとかね、郵政保険であるとかっていう話ですが、いかがですか。外務省片上審議官 お答えさせていただきますあのマランティス米自席通商代表が来られたときにもちろんこれはあの米中通商協議その当時に日本に立ち寄ったものでございますがあのその際には、えー、とあの郵政、牛肉、自動車そういった二国間の懸案事項として取り上げられて説明があったと承知していますカトラー代表捕につきましてはあのあカトラ代表 あの私ども外務省の局長と会ったときには牛肉の話が出て、私どもの方からは現在の国内の手続き、それを説明したということでございます、あとあの私どもが報道で把握している限り、計算の,の局所にあったときに自動車問題と。 いうものがやはりアメリカの中であるんで何らかの解決を今後二国間で話をしていかなきゃいけないのかなというような話が出たと承知しています。ただ先ほどあのあのございました通りアメリカはまさに今 現在、その TPP に関して言えば、ですねあの利害関係者とか議会関係者との協議、あるいはパブリックコメントの締め切りは1月13日と、こういう中で取りまとめを行っているものですから、アメリカ側からその TPP に関連して何かの要請があったとか、そういう話ではなくて、あくまでもこれまでの2国間の懸案事項について、意見交換が行われたというのが位置づけでございます。山田敏夫君どうもね片野さんね片 二国間の懸案事項について話し合われたというふうにおっしゃってるんだけど、その二国間の、あのー、課題ね、これはもう、TPP とは関係ないんですか外務省、片上審議官お答え申し上げます、あのー、日本、TPP 参加に向けての米国との協議の中で、あのアメリカ側が何を言ってくるか。 これは先ほど申し上げましたように、アメリカは今現在国内の調整を行っている段階で、まだそういう意味では具体的な要請は何一つ来てません。他方、その先ほど申し上げた案件というのは、これまでも日米間の二国間案件として協議、意見交換した案件でございますので、そういうコンテクストで話が出て、あの意見交換が行われたというふうに承知しております山田敏夫君。オーストラリアとかですね、ニュージーランドの う情報をこう新聞その他でね、あのー、見させてもらうと、えーそのう、それぞれの国民の中に、非常なこう不満が高まってるという情報が見て取れるんですよ、それは何かといったら、要はですね、TPP の, TP の、まあ、9カ国、それがら P4 に入っておられたニュージーランドですらですね、一体この交渉の中で、ですね情報が入ってこないと。 いう中でですね、結局は透明性のね、確保というのは最大の課題になってるわけ。どうもですね、例えばマルチで交渉したってですね、それからあの二国間で交渉したって、そのことが表に出るとですね、他国とのやり取りに影響を与える。それから、さらにはですね、あの、9カ国以外のですね、国々、 ともそれぞれあのいろんな関わりがあるわけですから、それした国々に,のに対しても、ですねあの貿易上の、またあの通商上の影響を与えるということから、ですねややもすると、秘密交渉でなきゃいかんということにどうもなってしまってるんじゃないかということをですねあの指摘されてるわけですがあの、実態はどうなんですか、韓国とのですね、あの韓米、えー FTA にしてからですよ、もう情報が出たのは、それこそもう、あの、批准、国会批准のもう直前ぐらいになってね、いや、実は ISD、えー、条項がね、ありまして、これは大変な内容ですよっていうことが、わっと知れ渡ったり、えー、医療やですね、それから国民皆保険、保険制度のことについても情報が出たりしたわけでしょ。どうもね、もうね、判断、 国民的議論議を得て、そしてです、ねあのうん、判断していくという、そこへ行き着く前にですね、な、ね、しはそこへ情報が十分出ないままね、物事が進んでしまうということになってるんじゃないですか、なるんじゃないですか、その点についてはいかがですか外務省、片上審議官お答え申し上げます。あの私ども今まであのいわゆる情報収集 今回の参加に向けた交渉、関係国との交渉じゃなくて、その前の段階の情報収集の中で感じていますのは、委員ご指摘のとおり、非常にその情報管理が関係国の間では徹底しているというのは事実でございます。で他方、これから私どもがやったあの先ほど申し上げましたように、あの総理の,発言あのご発言を受け、をお考えを受けて、今後、関係国と参加に向けた協議、これを行う過程では、 ここからはまだ何も、まだこれからの話でございますので推測も混じりますけれども当然のことながら相手国は現在の TPP 交渉のテキストを踏まえつつ例えば日本はこれはできるんでしょうかとここは大丈夫なんでしょうかという形での情報は多分、多分です入手できる今まで以上には入手できるんじゃないかと。 であとセンシティブな話としてどこからその情報を入手したかというのは先ほど申し上げましたように関係国の間で結構厳しい情報コントロールがありますのであのどこから得た情報かという,かいうのがわかるような形での開示というのはできませんけれども、幸いなことにあのプルマルチの協議ですのでそれぞれの関係国から得た情報をきちっと整理し直して。 どっかから出た、どの国から出たという話が分からない形で整理して、きちっと示し示すとその、その上で国民的な論議を行っていただく、こういうことができるんではないかと、あるいはしなきゃいけないんじゃないかというふうに考えている次第でございます山田敏夫君、はいあの。秘密交渉してです、ねえー、秘密交渉になっちゃって、で結局はです、ね、もうあの追認させられるだけだということに決してならないようにです、ねあの、石田副大臣ですね。 もうあの準局体制の要として仕事されるわけですから、あその点、ですねもう注意に注意を重ねてやってもらわなきゃいかん、えー、それでこれは皆さんにお願いする話では決してないわけで、委員長にですね、あのー、ぜひ、支謝してもらいたいようにお願いするんですが、TPP 問題に対するですね特別委員会の設置、これはどうしても必要だというふうに思うんですよね、ぜひですね、あのー、委員長、よろしくはからってもらいたいと、こんなふうに。 あの思います。さてですね、あのー、マレーシアのですね、あのー、ナジブ首相がね、えー、日本の参加で交渉を遅らせることは許さない、許されない。すでに合意された事項について再交渉はあり得ないという風に発言されているやに伝えられております。またですね、交渉に参加している9カ国はね、新規参加国に対してこれはまあ。 日本、カナダ、メキシコですかね、まあ、希望している三角国ね、に対して、現在の交渉参加国がすでに合意した事項はそのまま受け入れる、現在の交渉参加国で設定した野心の水準を下げない、そして交渉を遅らせない、以上、ですね三つの条件を満たすことを求めているというふうに聞いております。あの一体でですねこうした中で今後我が国が どういう形で協議を続けるか、どう対応するのか、そして徹底した情報開示が必要だというふうに思うんですが、あの片上さん、ですね、えー、この、えー、情報は聞いて当然のことも聞いておられるというふうに思いますけれど、これらについて、ですね、どんなふうに対処すると、どんなふうに考えておられるか、お聞きします。外務省片上審議官 お答え申し上げます。今、の委員の言われたようなさまざまなその合意したものは受け入れなきゃいかん <laughs> 遅らしちゃいかんハイレベルだという話の報道は十分承知しておりますただ、私どもがこれまで得た情報の中でそういったその新規参加国、希望国ですか対するそのルール そういう形でのルールが合意されているという話は聞いておりません、であのその点についてはまさにあの先ほど大申し上げているこれから行うであろうその交渉参加に向けた協議の中であの彼らが何を求めてくるのかという中で明らかになってでそれを踏まえてあの先ほどの国民的な論議を踏まえてそういったものに対してどう対応していくか、そういう形の意思決定を行っていくプロセスになるのかなと。 いうふうふに思ってますあの情報収集の方で繰り返しますけれども、確かに報道でいくつか流れているしあの、流れてます、ただあの、今の時点で私ど,も私どもの方で得てる情報は、そういう形でなんかルールができたということは、まだ承知していないのが現状でございます山田俊夫君。石田副大臣ですね、あのぜひね、覚悟っていうかね、情報をきちっと出していく決意ね、それをもう一回おっしゃってください。 石田内閣府副大臣あの先ほど来申し上げておりますようにあの、各国が我が国に求めるものについて、さらなる情報収集に努め、そして、あのそういう情報収集のもとにです、ね、やはりあの国民的な議論を経た上で、もうあくまでもこれは国益でありますから、国益の上にのっとって、 TPP の適切な結論を出していくということが、私どもに与えられた責任だというふうに思っております山田敏夫君。えー、片上さん、教えてもらいたいんですがねあの、コンプリヘンシブという英語はですね、どういう役なのかですね、えー、これ、聞きたいんですよ。というのはですね、 えー、野田総理はオバマ大統領との首脳会談で、ですねべての物品とサービスを貿易由化のテーブルに載せるというふうに発言されたと、ホームページに載ってるわけ、片上さん、あなたがまあ抗議されたっていう,う話は聞いてますけど、ただ、ですねホームページに直してくれなかった、アメリカはね、だからもう世界中にそれは知れ渡ってるわけよ。一体ですね、こういう中で、そのコンプリヘンシブという英語はですね、 これはど,ど,どう訳すんですかね外務省、片上審議官お答え申し上げます、2点、あのコンプリヘンシブ通常であれば包括的ということになると思います、それから先ほどのホワイトハウスの話でございますけれども、あのリーダーウトでございますけれどもあの、総理はそういう言い方をしていないということはアメリカも認め、アメリカも あのホワイトハウスの記者会見でかかる旨はあのきちっと答えていると、それから、まあ、確かにあの訂正は彼らの解釈だからしないという立場、アメリカがそういう立場ですけれども、他方、われわれの方も官邸、外務省のホームページで総理の首脳会談における発言については、英文も含めてきちっと発信はしているのが現状でございます。山田敏夫君ホホワイトハウスのーームページにコンプリヘンシブって言葉あ,あったですかね 外務省片上審議官すみません、お時間取らせてましたあのコンプレヘンシブということはございません山田敏夫君。これはです、ね、分野がその広いとかですね、えー、分野が多くて広いとかね、それとも全体的ということですかね、それともね、今、ホームページにはないというふうにおっしゃるからなんだけど、すべての物品とサービスという類のことも含んだです、ね、あの言葉なんですかね、コンプレヘンシブというのは。 そして包括的という言葉は、どうですか。外務省片上審議官あのコンプリヘンシブという言葉はあは、委員、おそらくあのご覧になってご質問いただいているんだと思うんですが、APEC 首脳会議の際に行われた9カ国首脳会その中の大,大枠の輪郭に合意したという発表の英文の中で確か使われていると思います。 でその意味するところ、恐縮でございますが、どこまで、その全く例外な、ないっていう言葉と等しいのか、それとも違うのか、その辺のところは実はし申し訳ございませんが、正直言って現段階で私どもの方では分あの、わかりかね。